もろ手でいった佐田の富士、東紀龍が押っつけて出ます。左が入った、寄り切りました。東紀龍の勝ち。東紀龍勝って6勝1敗好成績、敗れた佐田の富士は敗れて5勝2敗です。ただこの5勝2敗好成績の佐田の富士、向正面高橋アナウンサー話を聞いてもらう。